ことです。よろしくお願いします。きっと僕は死んでしまったんだ。食べるものにはまるで味がないみたいだ。きっと僕は死んでしまったんだ。母親の愛をまるで感じないんだ。流れる雲を眺め思い出す施設に置いてきぼりの僕の心心心心心心空っぽな胸を張れるわけもなく受けるのは妄想ばかりだ。浮かす話だけは花が咲いた。そう生まれた時から勝ってたんだ。深海に沈む船のようにいつか忘れ去られてしまうのだ。思い出だけが過ぎていくのだ。僕は死んでしまったのだろうか。ただ息をして待つばかりさ。高谷のまで消えゆく日を戻ることない失った日々を。戻ることない失った日々を。死んでしまったんだ。うまく本当のことが口に出ないよ。きっと僕は死んでしまったんだ。君の声がまるで遠のいていくから。流れる雲を眺め思い出す季節に置いてきぼりな僕の心心心心心。あの日君を抱きしめればよかった。それに気づかなければよかった。変わることない過ぎ去った日々を。そう生まれた時から飼ってたんだ。深海に沈む船のようにいつか忘れ去られてしまうのだ。思い出だけが過ぎていくのだ。僕は死んでしまったのだろうか。ただ息をして待つばかりさ。高谷のまで消えゆく日を戻ることない失った日々を。戻ることない失った日々を。戻ることない失った日々を。きっと僕は死んでしまったんだ。ありがとうございます。
記憶正しく愛を学んで、正しさはあなたが決めなさい。全てを手に入れようとせずに、時には何か諦めなさい。誰かを傷つける言葉は直接面と向かって言いなさい。涙は見せびらかしてはいけないわ。弱さは噛みしめるものよ。たくさん笑顔を見て、たくさん本を読みなさい。日々は永遠ではないから、価値観を取り入れて常識を身につけなさい。そして自分が何者なのか必死に考えなさい。大人になったら私を忘れて、あなたの価値観があなたを支えなくちゃいけない。靴じゃ守れないものがたくさんあるの。でもあなたが信じるものが、あなたが愛するものが、何よりも大事な真実になるのよ。何時も笑顔でいなさい。笑顔はあなたを強くする。でも悲しい時、苦しい時、大切な人の前で泣きなさい。恐れる必要などないわ。寂しく思うことはないわ。あなただけの人生を手に入れなさい。間違いだらけでもいい。信じれるのは自分だけ。でもその全てに後悔ができる人間になりなさい。エミリー、エミリー、会いたい、会いたいよ。愛してる、愛してる、愛してる。ありがとうございます。最後の曲になります。ライブを企画してくださったスタッフの皆さん、遠くから聞きに来てくださった方も本日はありがとうございました。この後も素敵なアーティストさんが続きますので、最後まで楽しんでください。トトでした。味方。会議を開くのは何回目だ。同じ議題、同じ疑問、解決したことはあるのか。純明快であればいいのに、複雑回帰なんてゴリゴリだ。世界はどう見える？太陽は冷たくないとしているんだ。月は寂しいものじゃないことも、自分の味方を探せ。好きで嫌いで鬱で曖昧でいいの。どうやって教えたらいいかわからないんだ。生きていてよかったなんて僕には難しすぎて。自分診断は週1回で、違う項目同じ結果。変われたことはあるのか。完全無欠な人になりたいな。不完全が今の僕で、世界はどう見える？風は邪魔しないと知っているんだ。
雨はいつかは止むことも、自分の味方を探せ。好きで嫌いで鬱で曖昧でいいの、どうやって答えたらいいかわからないんだ。君がいてよかったなんて僕には難しすぎて、眩しくて見れなかった太陽、みんなに見られる月も、背中を押してくれる風も、希望をくれる雨も、全部僕の味方だ。好きで嫌いで普通で曖昧でいいよ、どうやって教えたらいいかわからないから、生きていてよかったなんて僕にはまだ難しくて。ありがとうございました。はい、トトさんお疲れ様でした。はい、ライブは何回目ぐらいなんですか？トトとしての活動は初めてです。はい、ライブの初めて。はい。お、そうでしたか。それまではなんかいろんな活動してた。あの学校とかでライブくらいですかね。はい、学校、あの軽音、あ、学校の軽音部のライブとか。はい、その時はバンドとかやってたんですか？そうですね。じゃ今高校生？今専門生。今は専門生で、うん、高校の時にやってた感じ。はい、そうですか。なかなかね、あの堂々としたステージだったじゃないですか、その割にはね。そう、あとアーティスト写真っていうかアーティストイラストっていうんですか、このね、はい、となんか本当に一緒でしたね。ギターはまあこれを似せて書いてるんだけど、雰囲気とかね、まあ、髪の長さと衣装違うんですけど、雰囲気がなんかそのまんまって感じで、はい、すごいね、ギターもちゃんとね似せて書いてるところがすごいね。うん、はい、そんな、トトさん、名前はこれはトトさんっていうのどっから来てるんですか？犬の名前です。犬？はい、犬？飼ってる犬の。犬がトトっていうの？はい。それはなんで犬をなのか、名前をそのまま使おうと思った？思いつかなかったから。あ、そうなの。犬はじゃあ今なんていう名前になってるの？犬もトトです。じゃあ家帰ったらトトしたら二人振り返るの？いやいや、ちゃんと一人、一匹振り返ります。犬もだってトトって言ったらって。お母さんもね、あなたライブしてんだ、トトって言うんだ、トトって瞬間に二人っていうか、一人と一匹が振り返る感じ。来るかもしれない。すごいですね、なかなかその光景を見てみたい感じですね。なんか自宅で配信とかやってたりするんですか？はい、ツイキャスをたまに。あ、その時にトトも来るんですか？たまに。あ、そうなんだ、ダブルトト見れるんだ。はい、それは僕もちょっと気づきませんでした。なかなか楽しそうな。はい、活動は主に都内。そうです。はい、今 お住まいの関東？はい、埼玉です。え、埼玉です。あ、埼玉。さっきちょっと恵比寿みたいなって失礼なことを言ってしまいましたが、埼玉ですね。はい、はい、埼玉と東京で活動。はい、はい、そうですか、分かりました。次のなんかイベントの出演とか決まってるんですか？ないです。
まだないの？はい。そうなんだ。じゃあまたね、あのお声掛けさせていただいたり、はい、そうだ、オリジナル曲って今今日の1曲と、なんか前聞いた時は2曲あるって言ってたような気がしたんだけど、はい、今3曲あります。お、増えた。はい、そうですか。あのこのイベントはね、あのご存知かもしれないけど、オリジナルメインでできる人は30分に進めるっていうね、そういうねルールになってますのでね、うん、ぜひ、ね、オリジナル増やしてメインアクターの方でもね出演していただけたらありがたいですね。はい、はい、さあそんな感じで、じゃあ最後なんかツイッターとかツイキャスの案内とか告知をして終わりましょう。はい、どうぞ最後。え、告知とか大丈夫？ないです。ないの？ツイッターのアカウントとかほら言えばいいのに。いらない。はい、わかりました。ありがとうございました。トトさんでした。